どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、東京の銀座に来ておりまして、本日はねこちらハイアットセントリック東京銀座ホテルですね、こちらにね一泊ねしに来ております。今回ですね、月額制宿泊サービスのハフをね利用して一泊ね宿泊しに来ております。詳細ねちょっと中で話したいなというふうに思っておりますので、早速ねチェックインの方していきたいと思います。今ねエレベーターをね降りたところなんですけど、すごくないですかすごいねおしゃれな感じですね。今回ね1008ということで、これからね客室に行こうかなと思ったんですけど、このねこれもね一つ一つねボタンでできていて、かなりおしゃれですよね。ということで、もうこのホテル全体がねすごいおしゃれ、後でねちょっとお見せできればなと思います。ということで今回ね映ってるかな、大丈夫ですね。こちら1008ということで行っていきたいと思います。開かない1008、間違いなく合ってるんですけどね、開かないですね。ダメです。なんかねエレベーターの時からちょっとねあれだったんですよね、様子おかしかったんですよね。フロント戻りましょう。それではですね、あの鍵変えてもらいましたんで行きたいと思います。あ、来ましたね、よかったです。ということでね、客室に無事入ってきました。ちょっとね鍵開かなくてびっくりしましたね。今回のホテルはですね、東京銀座にあるハイアットセントリック銀座東京ですね。キーケースがねこんな感じになってまして、キーがねこんな感じになってですよ、はい、おしゃれですね。はい、ということで、ですね、チェックインの際に、いただいたのがですね、ハイアットセントリック東京銀座ということで、今回はね、月額制宿泊サービスのハフでね、こちら予約させていただきました。ですので、宿泊費がね、なんと3000円で、こちら一泊宿泊することができております。でですね、ハフを経由して宿泊しているということで、こちらね、ハフ経由っていう風になりますんで、ステータス特典をね、もし持ってる方でも、まあそういう特典はね、利用することができないっていった形になるわけなんですけども、今はですね、こんな時期ということで、巣ごもりステイをね、推奨しているということで、本来ですね、チェックアウト12時が基本なんですよね。で、今回私も12時でチェックアウト、しようと思ってたんですけど、その巣ごもりステイをね推奨するということで、ゆっくりねステイしてくださいということで、14時までねレイトチェックアウトねさせていただきましたということなんで、私ね今回ハフで予約させていただいてるんですけど、午後2時までねレイトチェックアウトが利用することができます。でチェックインの際にですねもらったのはエクスプレスチェックアウトの推奨ということで、まあチェックアウトはですねエクスプレスチェックアウトということで、鍵をですねハイアットの場合は、一応ねあそこに返すらしいんですけど、チェックインのね、あのカウンターで返すことは返すんですけども、もう鍵を返して終わりみたいな。まあそういった感じでね、エクスプレスチェックアウトね、推奨しておりますんで、まあそれでよかったらっていうことで、今回そちらを、申し込みました。申し込んだっていうか、まあそれをね、お願いした感じですね。で、インターネットはね、こちら Wi-Fi 無料っていう風になっておりますんで、無料でね、インターネット、使うことができます。で、ジムがですね、フロントの階4階だったかな。はい、こちらね、ジムウェアの貸し出しも行ってるっていう風になりますんで、これすごいですよね。これも無料で利用できるのかな。まあジム自体はね無料で利用できるっていう話なんですけども、ウェア借りたらもしかしたらお金かかるかもしれないですね。ちょっと後でね聞いておきたいと思います。でですね、朝食等々なんですけども、まあ今はねこんな時期ということで、まあ紹介はしないですけども、時間はねちょっと変更になっておりまして、本来ね朝食とかはブッフェ形式で提供してるっていう話だったんですけども、今はねルームサービスへの提供っていった形になっております。でですね、それ以外になんかあるかな。あ、そうそうそう、まあ後でね説明しようかなと思ってたんですけど、客室のアメニティっていうのはね最低限のものしか置いてないっていう感じになっておりまして、こちらですね、こういうのがねあの客室にあるんですけども、このブルーのですねハイアットセントリックハズイットっていうんですかね。はい。こちらにですね、どうしようかな。これ多分映んないと思うんだけど、映るかな。映るかな。なんとか映ってます？まあちょっと映ってなかったら、写真ね、ここに載せておきますけども、無料でね、利用できるものが、この上の段に書いてあって、化粧水であったりですね、メイク落としとか、
まあ、そういったものはですね、言えばね、持ってきてもらえると。で、セットはね、されてないそうなんですよね。で、言えばこちら持ってきてくれるということで、無料でね、利用することができるっていった形になります。でですね、ちょっと今見てね、驚いたんですけども、無料で提供させてもらえるね、中にですね、一通りのね、ものは入ってるんですよ。メイク落としとか、洗顔フォームとかね、そういったものも入ってるんですけど、ちょっとびっくりしたのが、インスタントラーメンってのが入ってるんですよね。これインスタントラーメン無料ってことですよね、多分これね。これはちょっとね、頼むしかないですね。後で頼みましょう。まあ今日夕飯どうしようかなと思ってたんですけど、いやこれ無料で提供してもらえるっていうことですんでね、はい、ちょっとこれ何がもらえるんでしょうかね。まあそれはいいとして、それ以外にもですね、 HDMI ケーブルだったりダンベル、携帯電話の充電器、バスピロー、バスチェアとか加湿器とかね、爪切りハサミとかすごいね、めちゃくちゃたくさんあります。ストリーミング機器ということで、Fire Stick TV とかもね、貸してくれるそうなんですよね。いや、こういうのはね、いいですよね。スマートフォンの充電器とかもあるそうなんで、こういうのはね、たくさんあるっていうのはいいですよね。またね、お子様、赤ちゃんのためにボディ用のスリッパとかね、まあそういうものもね、揃ってるっていう風になりますんで、ちょっとこれね、すごいですね。びっくりしました。ということで、まあこういうのがね、部屋にありますんで、これ見ていただいて、まあ無料でね、こちら利用することができるっていった形になります。で、客室の方ね、ちょっと簡単にね、ルームツアーね、していきたいと思います。それではね、こちらが入り口っていう風になっておりまして、ここにね、バストローブが2つあってですね、で、ここにね、ハンガー類がこんな感じであって、ここにね、アイロンと、で、これが台になってまして、ここにですね、やっぱりこれは外国の方をね、意識しているのか、こんな感じで浴衣がね、あるんですよね。で、ここにね、金庫、ちょっと見えてるかな、あ、見えてますかね、はい、こちら金庫で、この左奥にですね、こんな感じでランドリー袋もあります。でですね、コロコロもあるんです。コロコロ、あんまりコロコロって見ないんですけど、まあこういうのがね、あります。で、またね、この下にも引き出しがあって、ここは空ですね。で、この下にね、ハイアットセントリックのこんな感じでスリッパがあります。こちらはね、入り口部分っていう風になっております。でですね、客室部分がね、こんな感じになっておりまして、結構ね、大きいですね。35平米だったかな、確か。まあそういった感じでね、広さがあります。で、ベッドもね、かなり大きい感じになっております。で、どうしましょうかね、どんな感じで見ていきましょうかね。ベッドね、正面から見るとこんな感じですね。どうでしょうか、結構大きいですよね。このね、間接照明はね、非常に綺麗になっておりまして、このホテルね、2018年の1月に開業したそうなんですよね。ですんで、まだ比較的ね、新しいんですよね。ですんで、カーテンが自動でね、開閉できたりとかね、そういうのもね、ついているっていう感じになるんですよね。でですね、こっち側には、机とですね、この大きめのソファー、こちら3、4人掛けのね、ソファーですかね、こういった感じでありまして、このね、クッションとかもね、非常におしゃれですよね。で、先ほど言ったね、このカーテンなんですけども、こちら全自動になっておりまして、ベッドの横のね、スイッチで開閉ね、することができます。で、こちらね、本当に全開か全閉めみたいな感じで、途中でね、止めることができないそうなんですよね。それだけ気をつけてくださいっていうことをね、チェックインの際にね、伺いました。まあ、そういった感じですかね。まあ、ここら辺のね、感じとかもね、非常におしゃれで、かっこいい部分もありますよね。はい、ということで、こんな感じのね、客室なんですよね。でですね、ベッドの反対側から見るとですね、テレビがね、正面にあるっていった形になっておりまして、ここでですね、ベッドルームがね、全部っていう感じですね。コンセントとかもですね、普通の AC のね、コンセントだったり、またですね、 USB ポートとかもね、ついておりますので、かなりね、最新式な感じですよね。で、こちら等々にもね、この机のね、そばにも、ここにもね、AC と USB、またね、HDMI のね、端子とかもありますんで、かなりね、利用しやすいのではないのかなと思います。それでは次にですね、こちら反対側の、こちら洗面台エリアになってるんですけども、このホテルにはですね、脱衣所がないんですよね。ですんで、ここがね、襖みたいになっていて、こういった感じでね、ベッドルームとね、視界を遮ることができます。でですね、
非常にねこちら面白い作りになっておりまして、ここね非常に引き出しが多いんですよね。こちらにね引き出しがまず入っていて、ここはね、ノートとペンが入ってまして、先ほどのねこちらですね持ってきてもらえるね、ものが書いてあるやつが、ここにね入っているわけなんですけども、こういった感じでですね引き出しがどこだったかな、もう一個ここだったな、よいしょ、こういった感じでね引き出しがすごいねたくさんあるんですよね。でここにはですねこういった感じのねアメニティが入ってます。ここは歯ブラシとか、シェービングジェルとかそういったものが入ってますね。でですねこっち側にはですねこちらも引き出しがたくさんあるってさっき聞いてですね、はい、こんな感じで引き出しがありまして、ここにね、ケトルであったり、あの氷入れるやつですね、名前何でしたっけね、こちらが入ってたり、あとねちょっと取り出せないですね、これにお茶とかねコーヒーとかがあります。でコーヒーマシンはね、ベッドねこちらのよいしょ上にね、こちらはネスプレッソがね入ってますね。はい、でお水がこんな感じで利用することができます。こちらもね無料ということで、こちらね結構びっくりしたんですけど、ここ2本ねお水あるんですよね。でこの下にね冷蔵庫がありまして、ここにお水ね4本入ってるんですよ。同じお水なんですけど、こちらね4本も全部無料ということで、全部で6本の水がね無料なんですよね。これ結構びっくりしたんですけど、しかもね足りなかったら言ってきてくださいって言っておりましたので、これね本当に何本でも無料でね利用することができるって言った私ですね、結構びっくりしました。それでは次にですねこっち側ですね、こちら普通のね台なんですけども、ハイアットセントリック銀座東京ですごいねあの名物らしいですけども、こちらなんとはいここにですね洗面台があるんですよね。非常にユニークですよね。洗面台がこういった感じでね開閉式になってまして、まあ、指挟まないように気をつけてくださいっていう注意書きがあるんですけども、閉めたらねここが台になっていて、まあ、ここでね仕事したりもできると。でここにねバーチェアって言ってましたね、はい、置いてあるということで、またですねここにねコンセントとか USB とかねそういったものもねセットされてるっていう風になりますんで、本当にここでもねお仕事ができるような環境が整っております。でですね、こちらにね、その他のねティッシュとかグラスとかね拡大鏡とかそういったものがねここに入っておりまして、こちらにねドライヤーですね、ここのドライヤーノービーちょっとわからないな、わかりますかねこのブランドのドライヤーが入っております。あと下にね、ゴミ箱とタオル類がね置いてありまして、ちょっとね遠くて見づらいかもしれないんですけども、こちらがねお手洗いっていう風になります。まあお手洗いはね、はい、普通のお手洗いっていう風になりますんで、まあ、ちょっと紹介はいいかなと思います。それではねバスルーム行ってみましょう。それではねこちらがバスルームっていう風になっておりまして、こちらがね入り口、まあ入り口から入ってきたすぐにねこちらバスルームの入り口があります。で開けていただくとですね、中はねこんな感じになっておりまして、かなり大きいですね。ちょっと声響いちゃってるかもしれないんですけど、まあ、私ね175、6、7ぐらいあるんですけど、結構広いですね、はい、足が伸ばせるぐらいになっております。でアメニティはですねこちらです。 VKI こんな感じのバス、こちらは石鹸ですね、こちらのブランドになっております。で他のアメニティはねこんな感じになってます。まあこちらもね同じブランドの、BKI こちらのブランドのものがね統一されて置いてあります。まあバスタブはね結構広いですね、限界までね、壁に近づいてちょっと撮ってるんですけど、もう一回入ります。こんな感じです。よいしょ、結構広いですね、はい、うん、ゆっくりねできそうな気がします。でですねシャワーなんですけども、シャワーに関してはね可動式のみのシャワーっていう風になりますんで、上からね固定式のシャワーとかねそういうのは、ついてないって言った形になります。ということでこちらにね一泊お世話になろうと思います。いやこちらねハイアットセントリック東京銀座ということで、今回ね月額制宿泊サービスのハフでね予約させていただいてるわけなんですけども、こちらね1300コインだったかな、
そちらで宿泊することができますので、8月にね入会された方は10月までかな有料会員でいていただけると全部でね1500コインで獲得することができますので、こちらのホテルもね一泊宿泊することができるっていう形になっておりますので、もしよかったらねこちらぜひね利用してみていただければなと思います。こちらね最低3980円でしたっけ、ハフでね宿泊することができるということで、このハフね本当にコインはね必要なんですけども、かなりねお得に利用することができるねサービスだなというふうに思います。そうだあれ見ましょう、景色ね景色見てみましょうということで、ちょっとね今カーテン全開にしてみたんですけど、どうですかね。まあ景色はですね本当にお見せするほどのことではないですかね。はい、普通にビルビューっていう感じですね。はい、しかもそんなにね目の前のビルと結構ねボロボロなんでね、あれですねお見せしなくてもいいかなっていうところですね。まあでもですねここ10階ということで、まあ、銀座のねこの街並みがねちょっと楽しめる感じですかね。はい、こんな感じの景色となっております。このね3人掛け4人掛けのこのソファーねめちゃくちゃいいですね。はい、ゆっくりできそうな気がします。ということで今ね午後の6時ぐらいっていう風になりますんで、ちょっとねゆっくりしたいと思います。でですね朝食なんですけども、今回ねもともとねついてないわけなんですけども、有料でね朝食だけつけさせていただきました。ちょっとね値段は高かったです。4500円ぐらいしたんですけども、ここの、朝食ねかなりいいっていう情報をね得ておりましたので、ちょっとどんなもんかっていうのをね皆さんにお店もねできたらなと思っておりまして、本来ね朝食っていうのはブッフェでレストランで提供されているそうなんですけども、まあ、今ねこういう時期ということで全てねルームサービスっていう風になります。ですんでこの4500円もしかしたらですねルームサービスがちょっと値段がね違うのかもしれないですね。それはですねちょっとねゆっくりしつつホテルね楽しみたいと思います。それはねホテルの廊下にね出てきたわけなんですけども、こちらね赤と白のね基調の感じになってると思うんですけども、これもですね偶数回は赤になってまして、奇数回は青だったかな、そういった形になっておりますんで、まあ、ちょっとね他の階にね遊びに行くっていうのはちょっとあれかなと思いますんで、見に行きはねしないんですけども、まあ、こういった感じでねなっているというふうになりますんで、かなりおしゃれですよね。それでね今ねホテルのロビーのね場所に来てるんですけども、いや見てくださいよこれすごい豪華じゃないですか、かなりかっこいいですよね。ちょっとねいろいろね歩き回ってねお見せしたいところなんですけども、今回ねジンバルの調子が悪くて、ちょっと三脚でしかねお見せすることができなくてちょっと申し訳ないんですけども、いや非常にねこのロビーエリアもね綺麗な綺麗で、ね、ちょっとかっこいい感じですね。またですねこういったね置物とかもねすごい多いんですよね。ここにもねこんな感じでありまして、またねちょっと移動するとここにもねこんな感じであるんですよね。これね非常におしゃれですよね。ちょっとね近づいてみて伝わるかわかんないんですけども、このねレゴみたいな感じでねかなりおしゃれなんですよね。でですね噂には聞いてたんですけど、皆さんこちらわかりますかね。近づきましょう。スペースインベーダーゲームとこちらねパックマンができるんですよね。ちょっとねパックマンは電源が入ってないんですけど、こちらねスペースインベーダーはね電源入ってるんですよね。いやこれはすごい、あやられたってな感じでスペースインベーダーねできるんですよ。いやこれは楽しいですね。でもちろんねこれお金かからずにねできますんで、ぜひやってみていただきたいなと思います。だいぶちっちゃいと思いますけど、今ねここが1階っていう風になっておりまして、ここからねここがね入り口なんですけども、ここから入ってくるとですねこういった感じで大きいベンチがねあります。でこの1階のフロアはですねロビーではなくてですね、ここにねエレベーターがあるんですけども、ここでね3階に行っていただいてチェックインねしていただくっていう感じですね。こちらはですねジムっていう風になっておりまして、フロントのね横側こちら3階にですねジムが併設されております。思ったよりですねそんなに狭くなくて、結構いろんな器具あるんじゃないですか。ランニングマシーンとかね、自転車工具ですとかね、ちょっとこれは分かんないですけども、まあこういった感じでねバランスボールとかもね、あるっていった形になります。
でですね、反対側にこちらね、アルコール除菌スプレーだったりお水だったりタオルだったりね、こういったものをね無料で利用することができますので、設備としてはねかなりいいのではないのかなと思います。ということで今ね時刻は夜の8時過ぎぐらいになりまして、ちょっとねお昼が遅かったので今から夕飯にしようかなと思います。でね、先ほどね紹介したこちらの無料で頼めるものにですね、インスタントラーメンっていうのがねありましたので、ちょっと今回ね、まあ、どういったものがもらえるのかと思いまして注文してみました。そしたらですね、注文してると、ドアノブっていうかドアノブの隣にね取ってな、まあ、かけるところがあるんですけど、そこにねピンポンね押してくれるんですけど、そこに置いてね、行ってくれます。でこんな感じでいただきました。で中ですね、なんとカップヌードルなんですよ。しかもカップヌードルプロっていうのがあるらしいですね。はい、こういった感じで皆さん知ってますこれ。なんか高タンパク質で低糖質とカップヌードルプロ、これ高そうですねすぐお金の話をしちゃう。はい、ということで、まあ、こういったのがねいただけるということで、せっかくなんでね今からケトルでお湯を沸かしていただきたいと思います。それではね、カップラーメンができましたのでいただきたいと思います。いやね、まさかのインスタントラーメンがね無料でもらえるっていうね、ホテルは今まではですね初めての経験かもしれないですね。ありますかね。うん、無料のアメニティ、まあまあまあ無料のアメニティをね、まあ、くれるっていうのは、まあ、結構あると思うんですけど、その中にねカップラーメンがあるっていうのはねなかなかだと思います。ではいただきましょう。プロカップヌードルということで、はい、いただきます。普通にめっちゃうまいですね。まあ、こういうホテルで、ね、食べるカップラーメンっていうのもまたいいですね。はい、でまた水もね6本無料でもらえるってやっぱすごいですよね。まあ、コーヒーね私めちゃくちゃ飲むんで朝ね結構お水ね使うんですよね。ですんでね6本今回もらえるっていうことと、またねなくなったら言っていただければ何本でも持ちますっていうのもねまたありがたいですよね。それでね残りゆっくりねいただきたいと思います。いや非常に美味しいです。思った以上に広いよ。お風呂から上がりました。非常に良かったですね。あのね、なんて書いてあったっけ、あのアメニティですね、ビーハインド、なんだったかな、このねブランドでね統一されてるんですよね、シャンプーリンス。すごい匂い良かったです。これなんとも言えない感じで、なんて言った香りって言えばね説明すればいいのかちょっと分かんないんですけど、これねすごいいい匂いでした。ということで、お風呂ねめっちゃ気持ちよかったです。それですね、今ね夜の8時過ぎぐらいなんですけども、ひとまずねちょっと仕事しつつですねゆっくりしようかなと思ってます。いやちょっとね夜景がね綺麗に皆さんにお見せできればなってね、まあちょっとビルビューでねあんまりなんですけど土砂降りですいやねさっきからね雨の音が結構ねバチバチ言うぐらいね雨強くて、ちょっとね残念ながらお見せできるような状況でもないですし、もう窓にね雨ついちゃっててね外もあんまりよく見えないんで、まあ、今日のところはねこんな感じで休みたいかなと思います。ハイアットセントリック東京銀座ホテルね非常にいいですね。
このハイアット系ね、なかなか私ね宿泊することないんですけども、いやーまたねヒルトンとマリオットと違ってねいいですね。なんでカップラーメンも無料でお水も6本も無料なんですかね。不思議でしょうがないですね。だってあれじゃないですか、普通ホテルってまあバーもあるしレストランもあるしでね、飲み物も別にね高い料金で販売されてるじゃないですか。ですんでね、まあ、無料のインスタントラーメンとか飲み物とかって、まあ、少なければ少ないほどねホテルが儲かると思うんですよね。ですけどもこのなぜかねこれが無料でね、まあ、いただけるっていうのは非常にありがたいですよね。それはねちょっとねこれからもう一頑張りね仕事しようと思います。おはようございます。今ね朝の9時ぐらいになりました。これからね、朝食ねルームサービスで頼んで、いただきたいと思います。ちょっとね今コーヒー入れましたんで、で朝食なんですけれども、並木667っていうレストランの、朝食メニューが今はねこういう時期ということで、ルームサービスで提供されているということで、値段は4500円ぐらい、結構高いですよね。でちょっと写真ねどこら辺だろう、これに出せると思うんですけれども、ちょっと出しておきますね。こちらを、チェックインの際にはですね好きなだけっていうね説明を受けましたんで、まあおそらくね好きなだけ頼んでねいただいて大丈夫だと思います。ということでちょっとね電話して朝食ね注文したいと思います。あ、すいません、朝食をお願いします。それではですね朝食が到着しました。こちらはパンセット、食パンとかねマフィンとかが、セットでねいただけると。でこちらがパンケーキですね。こちらがパンケーキ、はい、ココナッツパンケーキ、こちらがですねとても有名なんですよね。ちょっとこれがね食べたくて朝食を、頼んだって言っても過言ではないんですよね。はい、であとこちら、盛り合わせですけども、このねエッグベネディクトも結構有名ということで、有名なのねどれですかって聞いたんですけど、一応このパンケーキ、このパンケーキとこのエッグベネディクトね、とても有名ということで、エッグベネディクトも一緒にお持ちしましょうかということで、今回ねちょっとかなり量多いですけども選ばせていただきました。まあそれ以外にはですね、すごいね、緑がすごい、このサラダとあとフルーツで、あとねオレンジジュースとケーキもついてくるんですね。こちらケーキ、はい、ということでいただきたいと思います。それね朝食いただきたいと思います。いやねすごい量ですねいやでもねどれもとても美味しそうなんで、ゆっくりねいただきたいと思います。まあ一応ね先ほど紹介しましたので、まあ細かい紹介はねいいかなと思うんですけども、どうしようかな。まずこのパンケーキから、パンケーキちょっと倒れない程度にね、はい、いただきたいと思います。よいしょ、こんな感じでブルーベリーソースとかですね、生クリームとか、はい、メイプルもそうですけどついてきますんで、一緒に食べてくださいっていう説明がありましたね。これねアルコールシートなんですけど、これもね部屋にね4つぐらいね備え付けがあったんですよね。いやハイアットは私本当にニューヨーク以来、もう本当に何年前のニューヨークか分かんないぐらいのニューヨーク以来なんですよね。このハイアット系列ってすごいですね。日本のハイアットのサービスはちょっとびっくりしてますね。はい、ということでいただきましょう。
これめちゃくちゃ美味しいですね。このパンケーキがねとても有名ということで、まあ、今回ねこのパンケーキフレンチトーストかな、パンケーキだったかな有名ということで朝食頼んだって言っても過言じゃないって言ったんですけど、いやこれね頼んでよかったです。それはねエッグベネディクトをいただきます。こちらもねホテルの方が言うには非常に有名ということでいただきます。うん、これもめちゃくちゃ美味しいですね。うん、非常に美味しいです。あとパンとか言っときましょうか、クロスさん。うん、外サクサクで中しっとりで本当にめちゃくちゃ美味しいですね。これもそれはねあと残りねゆっくりいただきたいと思います。いやかなりね量があるんで、特にこれパンセットも一緒についてくるんですよね。こんな感じでクロワッサンと食パンとこれランミキパンだったかな、一緒についてくるんですけど、ちょっとこれ検討した方がいいかもしれないですね。なんか一緒にお持ちしますねみたいな感じで聞かれますので、女性の方一人だったら絶対食べきれないと思いますし、多分半分以上残す、いや半分以上までいかないかもしれないんですけど、かなり残す感じになると思うので、朝食ねかなり量が多いですのでこれいいかもしれないですね。はい、メインとあとこのセットでも食パン1枚だったら足りないのかな、どうなんだろう、まあちょっとそこはね分かれるかもしれないですけど、このセットねかなりボリューミーなんで、この点は覚えておくといいかもしれないですね。ではあと残りねゆっくりいただきます。ということで今ですね午後の1時過ぎということで、本日ですね2時にねチェックアウトということで、そろそろねチェックアウトしていきたいと思います。ちょっとね今回ジンバルがなくてちょっと見づらいところにねなってしまったのかもしれないなと思っておりまして、その点はね本当に申し訳ないと思います。ちょっとね次回からまたねジンバルちゃんとこの新しいカメラがね乗るジンバルでちょっとね調整していきたいと思っておりますんで、その点はご了承ください。で今回ですね月額制宿泊サービスのハフを使ってね、こちらの、ハイアットセントリック東京銀座ホテルですね、宿泊一泊ねさせていただいたわけなんですけども、いやーちょっとね正直このハイアットっていうねブランドは私は本当にもうニューヨーク以来で、まあ、ニューヨークはねやっぱりニューヨークなんで、まあ、大したねサービスとかは本当にねハイアットの会員を賞を見せたらコーヒーチケットがその時3、4泊したんですけど、その日宿泊した日全部の日もらえるみたいな、まあそれでもねニューヨークではすごいんですけど、まあそういったねぐらいの特典だったんですけど、このホテルはね本当にいろいろな特典ね無料で利用できるのでいいですね。まあ今回ですね私はそのハフでね予約して、公式予約では何にもかかわらずお水も6本無料で、アメニティもね、注文すれば無料で利用できると、でその中にカップラーメンもあるっていうね結構不思議なサービスだったわけなんですけども、でですねレートチェックアウトもね今回本来ここ12時チェックアウトなんですけど14時までねレートチェックアウトねさせていただけるということで、まあこれはですね今現在やってるサービスっていう風になりますんで、まあもしねこの動画を見られて、宿泊したいなと思った際はですねぜひねホテル問い合わせていただきたいなと思います。もしかしたらね変わってるかも知れません。でハフでね予約する際にアーリーチェックインっていうのがですねサービスで利用することができるそうなんですよね。ちょっと私はね仕事を押してしまって結局チェックインしたの16時だったんですけど、もしかしたらですね客室空いてればねもっと早くチェックインねすることもできるかもしれないので、この点もね利用されたい方はぜひねホテル問い合わせて見ていただければなと思います。私はですねハフでね今回こちら利用させていただいておりますんで、2980円1泊ねで1300コインだったかな、利用させていただきました。でここね普通に宿泊するとですね公式予約で、価格見るとだいたい税金込みで2万5000円ぐらいの客室なんですよね。で2万5000円で、まあ、この客室っていうことですんで結構いい方だと思うんですよね。すごいホテルもね綺麗なんですよね。やっぱり2018年にこちら開業してそんなにまだ年数が経ってない部分もあるんでかなり綺麗ですね。もうホテルのね中も本当にフォトジェニックなスポットがねたくさんあるホテルっていう風になりまして、でインベーダースゲームとかねありましたし、またねバーエリアねちょっと今回ね閉まってたので撮影できなかったんですけども、バーエリアもねあって、バーでねお酒を楽しむみたいなねそういったこともできます。ぜひねこのホテル来た際はですねいろいろね楽しんでいただければなと思います。
ということで今回ねちょっとジンバルがなかったので今までとねちょっと違う動画になってしまったかなと思うんですけども、今回ねハイアットセントリック東京銀座ホテルですね、月額制宿泊サービスのハフでね利用させていただきました。もしねあのハフね気になる方は解説動画ね出しておりますので、こちらもね気になる方ご覧いただければなと思います。ということで今回ですねこんな感じで動画を終わりたいと思います。今後もねこの月額制宿泊サービスのハフで、またねハフに関してはですねまた今後もね利用していっていろんなホテルね泊まりたいと思いますので、まあこちらも気になる方はですねぜひねチャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。